影響も前説勝ってるし、絶対最初勢いも入ってくると思うけど、それ受けて立つんじゃなくて、俺らのベクトルで跳ね返せるぐらいの一体感持って臨む。で、捨てサッカー一人じゃできないし、支えてくれてる人とか応援してくれる人に結果でやっぱ感謝示せるように全員で戦う。今日ベストなゲームになるか分かんないけど、まあ、30戦行くために全員で今日出し切ることが大事だから、終わった時に全員が今日力出し切ったっていうようにやりきって全員で勝ちましょう。よし、じゃあ力アピール見せていこう。I got goals, you wanna know.
it, I'ma serve him. Spinning on a block with a mop, I disturb him. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. はい、じゃあ行きましょう。大学トリーグっていうのを初めて体験して、まあ、公式戦の楽しさっていうのがまた戻ってきたなっていう感覚です。あの9番がやっぱりチームとして注目すべきポイントだったんで、そこはまあ点も決められちゃったんですけど、まあ、自分のやるべきことはできたかなっていうふうに、まあ、やることは変わらないと思うんで、自分のやるべきことを1年生とは関係なくチームのためにやりたいと思います。試合を振り返ってどうでした？難しいゲームだったけど、最後自分で決めて勝ち切ることができてよかったと思います。まあ、普段あんまりシュート打たないんだけど、まあ、あれもうファーストタッチの前から打つって決めてたから、まあ、振り切って入ったんでよかったです。です。また全員で1月になって勝ち点3積み上げるように全員で頑張っていきたいと思います。